で、その次はまあ具体的にモデルをどう作っていったかっていう話になっていくんですけど、はいはい、で一番最初にこのシーンデータ見ていただきたいんですけど、これは今回私が作った具体的なの建物の素材ですね。これが一つ一つの建物なんですね。一つ一つの建物ですね。を今回卒業制作を全部作るにあたってこれの量を作りました。これフレーバーシートから。フレーバーシートからですね。デザインして、まあこういう建物とかフレーバーシートにあったと思うんですけど、うんうん、まあ形状とかあとはまあ具体的な要素は組み合わせていったので、まあ全くその通りというわけではないんですけど。デザインはフレーバーシートを元に作っていきました。これは一からモデリングされたんですか？一からモデリングですね。何か素材集とかから購入して、はい、購入は今回は全部してない、してない状態ですか？はい、はい、でまあアパートとか建物系を作って背景を埋めていくときにこれ一つ一つを作っていくわけにもいかないので大まかなベースの形を作ってそこからまた具体的な形とかパーツを変えていくっていう感じで数を増やしていくっていうやり方で今回進めていきました。なのでまあ似てるような形状のものはだいたい1個ベースを作ってそこから、うん、窓枠とか窓枠とか、うん、そうですね、窓枠とかこういう窓枠の形状は結構、うん、まあ似通ってるんですけど、うん、まあ、パーツごとでこうやって分けられるようになっているのでそこで分けて組み合わせていってそれをいろんなまあ形に組み合わせていって数を増やしていくっていうやり方で今回進めていきました。 なるほど。なのでまあこういう台形なちょっと横長の形のアパートと縦長の形のアパートとこれだけでもこの高さをこれ実際変えただけなんですよね。この真ん中の部分をなくしたっていうだけなので、うん、まあそういうふうに本、まあ、モデルを増やしていって場所を埋めていくっていう感じで今回作っていきました。はい、うん、これ壊れ物というか、はい、その壊れた建物とかもありますよね。はい、これはそうですね、これも私は今回シミュレーション周りを全く使ってまあ旗とかの揺らめきとかは使ってるんですけど、はい、まあ壊したりそういうものにシミュレーションは使ってないので全部モデルでモデリングをしながら作っていきました。で今回この壊れた建物もジブラシは使用してないので、まあ、マヤの中で完結して、うん、まあ、どうやって作っていったかっていうのをこれからお見せできればいいかなと思います。これよく建物のバリエーションを増やすときにディティールをだけを変える人っているんですけど、はい、それディティール変えただけだとシルエット変わってないんで全くバリエーションが増えたように見えないですよね。だからそこら辺を注意しないといけないですね。だから例えばさっき一番最初に紹介した横長の建物と縦長の建物というのはもうシルエットが全然違うのでこれだけでももうバリエーションが増えるという感じですね。だからそのこの横長の建物があともう一個増えて窓枠の形が違うっていうのって実はその人間の見た目にはあんま変わってないのに見えないですよね。そうですね、そんな感じ で今回は、まあ、まあ全て作っていくというより、まあ、一つの建物を、まあ、ラフモデルからディテールをちょっと足していく過程ぐらいまでできたらいいかなと思います。で、まあ、ラフモデルもそんなにまあ、めちゃくちゃポリゴンを増やしていたわけでもなくてまだ大事なのはこのヒューマンモデルをまあ横に置いてちゃんとスケールが出せているかっていうのは結構まあ私はまあずっとやってますね。はいはい、ここが一番大事なんでここが崩れちゃうとあとどうやってもスケール狂ったまんま進んでしまうので、そうですよね、ここでスケールをかっちり決めないといけないっていう部分ですね。そうですね、だいたい 1.8 メートルぐらい、だいたい 1.8 メートルぐらいですね、 1.78 台の、まあ、男性ぐらいの大きさのヒューマンスケールをここに置いてやってますね。でリファレンスもまあネットで探したものをこのピュアレフというまあリファレンスを使うソフト、ピュアレフっていうんですけど、ちなみにピュアレフって何ですか？
ティアレフはあのリファレンスを見るのもすごく、まあ、まあすごくやりやすいというか、やりやすく見やすいの。ティアレフ自体はこの四角いウィンドウの中にリファレンスをいっぺんにこう並べられるんですね。うん、で、まあ、それを見ながらモデ、そうですね、モデリングの参考にするという形ですか。そうですね。画像を再生するとその画像を一枚一枚で見てしまうので、ティアレフだと一気にバッて見れるので、まあ使いやすいというか楽さを求めてという感じで使ってはいるんです、ね。うんうん、で僕はあのピュアレフあの使うの大反対なんですよ、実は。はい、ピュアレフ超嫌いなんですけどあのモデリングっていうのは何なのかっていうのを知らないうちにピュアレフを使うと、あのディティールしか追わなくなっちゃうんですよ。でこれパッと見て目につくのってディティールじゃないですか。はい、でこのディティールをばっか追っちゃって大事なアウトラインとストラクチャーっていうのを見ないんですね。で情報が多すぎるんです、ピュアレフっていうのは。うん、なんでこの中で何を取捨選択しないといけないのかっていうものをちゃんと見ないといけないんだけど、画像をいっぱい集めすぎると自分の頭の中で整理できなくなっちゃうんで、うん、結局ディティールばっか、こっちのディティール、こっちのディティール、こっちのディティール、でもシルエット何も変わってないよねみたいな。でいろんなとこからディティールをばっか持ってきてるから、なんか様式も違うし見た目もちょっとバランス悪いねみたいな感じになりがちなんですよね。うん、で一番いいあのリファレンスの 見方っていうのは、1枚のリファレンスからその建物の構造っていうものを理解するのが大事なんですね。だから例えばなんか、例えばじゃあ瓦礫を、まあ、さっきの顕微鏡の話じゃないんですけど、例えばその瓦礫のリファレンスが欲しいと、でこの町で使う瓦礫のリファレンスが欲しいから、じゃあ瓦礫のリファレンスを集めた時に、じゃあ例えばじゃあその地震で崩れた建物の瓦礫をバーって並べたところで、この町には合わないんですよね。なんでかっていうと、この町はまあ戦争中で爆撃された瓦礫が欲しいんで、地震で崩れた建物ではないんですよ。でリファレンスのあの集め方としては間違ってないんです、瓦礫を検索するのは。はい、で大事なのはその瓦礫がどういうストーリーでそういう形になったかっていう、そのリファレンスの中のものがどういうふうに作られていったかっていうシステムを読み解くのがリファレンスの一番重要なところなんですよ。なんでそれを読み解くことで、じゃあ地震が起きたから瓦礫がこういうふうに崩れたんだ、で物理的に瓦礫がこういうふうに崩れていくんだっていうのを頭の中で理解すると、今度空爆かなんかで崩れた瓦礫を見た時に説得力が生まれるんですよね。はい、瓦礫に対してのストーリーをちゃんとあの入れ込めることができるんで、なのでディティールばっか追うんじゃなくて、1枚のリファレンスからそういう情報を自分で読み取るっていうのがリファレンスの一番重要なとこ。うんうん、なるほどね。だからそれを分からないうちにこうやって画像をバッていっぱい並べちゃうと表面しか見ないから、うんうん、あのモデルの作り方も間違ってるし、リファレンスの集め方としても僕は間違ってるって思ってるんですよね。だからそういうことをちゃんと理解した上でピュアレフを使うっていうのはありなんですけど、うん、そういうものの作り方っていうのは分からないうちにピュアレフは使うべきではないっていうふうに僕は思ってますね。うん、なるほどね。確かに最初に鈴木さんがおっしゃってたの、顕微鏡だったりとか、はい、教会だったりとかっていう、はい、そのためのストーリーだったりとか構造っていうのをまず理解した上でってことですよね。はい、ディティールなんて、まあ、ぶっちゃけ正直あってもなくてもいいようなもんなんで、あの本当にお飾りだけあればいいっていう感じなんですね、背景に関して言うと。うん、よく見たら分かるけど、うん、まあこう映像とか過ぎていくものですし、パッと見だとの印象にあまり残りない。そう、残んないですよね。結局ディティールっていうのはスケールを表現するためだけのパーツなんで、うん、正直なくてもいいんですよ、建物的には。まあそんなちょっと話ずれましたけど、はいはいはい、でもまあ今回ちょっと PRF はこういうふうにまあ普段使ってますね。でもやっぱり一枚一枚見ていくモデルをしないと、結構私も構造とかがまだつかみきれてない時とかがあるので、はい、やっぱりリファレンスの見方はまだまちょっと考えないといけないなとは。うん、で今回作ろうかなと思ってるのは、このまあイギリスの、まあ、建物で調べた、まあ、シンプルな形のこの建物なので、まあ、そこまで
まあ、時間もかからず、ただまあ パターンを作るっていうことで、まあ、ちょっと小さいサイズの建物のパターンを作るっていうので今回モデルを作っていこうかなと思います、はい、これちなみにリファレンスってちゃんとあの時代に合ったリファレンス集めてるの？あ、これは地点はロンイギリスのですね、時代はちょっと、ね、ちょっとあの具体的な年数とかは入れてないんですけど、 なんて検索して集めるの？あ、これはイングラン、まあ、英語、やっぱ海外のものなので英語の表記が多いですね、うん、イングランドで、まあ、アーキテクチャーか、まあ、普通にハウスとかでも結構、でもそのオールドハウスとか、ね、そうですね、オールドハウスでね、もうシンプルに調べちゃいます、ね、ロンドンロンドンとか、あとは今回の卒業制作の時は、あの具体的なあの出来事が実際あって、ロンドンに起こった空襲が、あの、あったので、それはすごく制作の中で、あの、まあ、調べていく上では中心に、これを中心に調べていきましたね。ブリッツ・ザ・ブリッツっていう具体的な、まあ、空襲の壊れ方っていうのは、ここから随分集めて、あとはそれでもちょっと集まりきらなかった分は、あの本の写真集とかを読んだり、あと、その当時の時代に生きてたあの廃墟の写真をいっぱい撮る建築家の人がいて、その人の書いた小説もちょっと読んで、結構生々しい小説読むってこと、小説を読む、すごいストーリーが、電気記録をがあったんですよね、なんか具体的に、そのこの土地はこの、まあ、それは舞台はドイツのだったので、イギリスではないんですけど、この廃墟になった後の街を歩いて、このような匂いがしてこのようなものを見たっていう、まあ、結構淡々と書いてる、記録してる本があったので、それもちょっと参考に、ね、読みました、ね、いや、まあ、何でも知っておく分にはいいかなと思って、まあ、それでまあ印象として、まあ、無意識にでも自分の中で残ればいいかなとは思って探して、リファレンスは結構こうやって英語表記で探すことが多いですね。そうね、はい、で今回この建物を作っていこう、まあ、ざっくりですけど作っていこうかなと思います。